なので今はそうですね、ゲームスーパーバイザーというスーパーゲームバイザーという肩書きでもあり、あとは、雑誌ゲームパークの編集長、それからまあ今、まあ、ゲーム新しいのを作ってます。なんでゲーム協会の人間からしたら手出しすぎだろって言われるかもしれないですけど、でもそれはもうしょうがないと思うんですね。だって時代の移り変わりってのもあるし、やっぱりスマホがこうやって普及してる時代だからこそスマホでゲームをやるべきだと思うし、今僕はやっぱりスマホで遊べるゲームと、またご家族でテレビゲームって言われてる時代の家族みんなでやれるようなゲームっていうのも普及してほしいなとは思いますね。じゃあ今作業してます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すみません、今日なんか密着ついちゃってるんですけども。こちらは？ここ FGG という、まあ、ゲームの会社なんですけども、ご存知、タガタメというゲーム、あれが結構まあ、ヒットしてるというか、今ものすごく勢いのあるゲーム会社なんですけど、これこの CM ですよね。これタガタ、なんか、ちょっとチープな、CM ですよね。僕もこれに関してはよくわかんないんですけど、なんか安すぎね。現代の CM。現代の、はい。だよね。僕もわかんないで、そこまで監修してないんで、まあ、一応ゲームバイザーなんで。あと今自分が作ってるのがこのゲームなんですけど、今出来上がる。これが熊のパズル。これってのはなんで史上初の、ベアアトラクションゲームという。今この降ってくるクマを全部さばいていくというか、これ森から降りてきたクマを、まあ、幼稚園に行かせたりだとか、今こう彼女が言ってるんですけど、まあ実はクマじゃなかったりだとか、蜂蜜を持たせたりだとか、そのクマの職業の仕分けというか、これネットニュースというゲームなんですけど、はい、これがなんかなんて言うんだろう、面白くて、その自分で気になったものをキーワードをここに入れるんですよ。最近起こった、まあ、事件だとかそういったものを入れてここから出す、でそれを、うん、読み取ってそれ解釈するという、まあ、そのパズルゲームなんですけど、親戚パズルって誰がやってんだっけ。親戚パズル、親戚パズルってのやってて、はい、親族がどんどん盆正月に集まるんですけど、それをどこの部屋に振り分けていくかってパズルやってて、結局みんなリビングに集まるんでちょっとごった返しすぎちゃってるじゃないですか。それを2階に上がっててとか、うん、庭に行っててとか、そういった親戚を振り分けていく大家族のゲームなんですけど。おはようございます。おはようございます。おはようございます。その音によってゲームのキレが変わってくるので、まあ、僕らが知ってる少年時代の頃からの名作はもう数ありますけど、やっぱり未だに口ずさむ音ってあるじゃないですか。それぐらいゲーム音っていうのは普通の曲として成立してないとダメだし、ワン、ツこれってさ、このゲームのように作ったやつ、はい、今聞いた感じだとなんか想像以上すぎるなっていう、うん、普通になんかそのジャズみたいな感じだね。例えばそのトランペットの主張をもうちょっと少なくするとか、あやっぱサックスがどうしても、うん、ちょっとサックス一回お休みしてもらってて、ベースとシンセサイザーだけでいってみようかな。Thank you.
ちょっとお休みしててもらっていい？あ、わかりました。すいません。シンプルな方がいいのかもしれない。あー、いいですね。これでちょっとやってみようかな。休み無理。大丈夫です。次はお休みします。ベース待っていきましょうね。めちゃくちゃいいね。次やってみる。ちょっと待です。だからさっさと。ああ、いや、これはだって森の熊さん直接に吹いてこられちゃ困るし、ちょっとごめん、出ててもらっていいかな。じゃあ、話にならないよ。